今川動画製作所。安田さん、俺沢谷さんへの借金返済のためにカニ漁行こうと思うんすよ。へえ、保険会社どこにした？いや、死ぬ気はないですよ。結構真面目に働いてんすけど、沢谷さんへの借金なかなか減らなくて。ああ、お前が海外で拉致監禁された時に沢谷さんが払った身代金？今残金いくらよ？970万円です。あれ、思ったより減ってねえな。お前割と働いてたのに。それが家追い出されてから生活立て直すのに結構金かかっちまって、このままだと10年くらいかかりそうなんで、一攫千金を狙いたいと思います。借金といえば漁船、漁船といえばマグロかカニ、特に最近はカニ。ベーリング海のカニ漁は一回漁に出て約1ヶ月で500万から1500万。しかも今は円安だから外貨で稼ぐとめっちゃ割がいい。そりゃそうだろうけどよ、給料いい分過酷すぎんだろ。死亡率高そうだしよ。高いっすけど、例えばアメリカの統計で労働者10万人あたりの死亡率は4人らしいんすよ。で、漁業は10万人あたり128人。多いじゃん。でもベーリング海のカニ漁限定で言えば数千人に1人くらい死ぬ計算らしいんすよ。これは調査年度にもよるんで何とも言えねえんすけど。あー、そう考えるとそこまでじゃねえな。でしょ。特にこの3年、ベーリング海でカニ漁禁止だったんすけど、今年からまたタラバガニ漁は解禁されたんで、このチャンスを逃す手はねえっつうか。ディスカバリーチャンネルでベーリング海のカニ漁の事前学習したんで大丈夫っす。そんじゃ行ってきまーす。入江がカニ漁行った？安田、なんで止めなかった？ベーリング海なんて極寒の上に、船だって酷使されてっからすぐに事故や故障で動けなくなるんだぞ。火災でも起きりゃもう助からねえ。海に落ちたら心臓発作で死んじまう。詳しいっすね。ディスカバリーチャンネルで見たんだよ。え、うちの組でその番組流行ってんすか？ベーリング海の危険度は次の通りである。ベーリング海での漁は1月と10月に行われるが、北極圏に近いため10月でも気温が氷点下、1月はマイナス30度に至ることも珍しくない。しかもそこに風速3、40メートルという強風が叩きつけてくるため、船の故障や事故も多く、漁に出て戻ってこない船もある。その強風と荒れ狂う高波の中、数百キロを超えるカゴを海中から引き上げ、中身の選別、餌の入れ替え、また沈める。この繰り返しになるのだが、限られた漁の時期、睡眠時間は1日3時間程度で漁師たちは働くことになるため、カゴで体を強打したり怪我をすることも珍しくはないが、陸上ではないのですぐに適切な治療が受けられるということはない。そんな状況なので船員同士も気が荒くなり、怒鳴り合い、殴り合いなどは日常茶飯事。漁の制限期間40日を終えた頃には生きているのが不思議なくらいの状態になっていることもあるのだ。確かに必ず死ぬってわけじゃねえが、5体満足で帰ってくる可能性の方が低いだろ。安田、入江を呼び戻すぞ。心配しなくても大丈夫ですって。どうせ採用されねえんで。俺も軽く調べたんですけど、そもそもあれ、向こうの漁師組合に加入しなきゃダメらしいんすよ。そのためにエージェントからつなぎ取る必要がありますが、当然英語だし、そもそもアメリカやカナダの就労ビザがいるんですよね。未経験者で英語ができない日本人なんて、とてもとても。つまり？ただいま戻りましたってことっす。おい入江、ちょっと来い。説教中。ったく、アホなことばっかりしやがって。この間海外で死にかけたの忘れたのか？教育お疲れ様です。にしてもお前、10日間も何やってたんだ？俺は安田に詳しく聞くまでどっかで住み込みのバイトでもやってんだろって思ってたが。普通にカニ漁行ってました。はあ？ベーリング海はダメだったんすよ。ほんとマジでハードル高くて。でも国内だったら普通にカニ漁の漁師募集してんすよね。それでそこを応募して行ってきたんです。8日間で15万円でした。悪かねえけど、割と普通のバイト代だな。そうなんですよ、カニ儲かるみたいな夢が破れました。なんだこの海運グッズ広告みたいなイメージ画像。一昔前のサムネっぽいですよね。自分で船出す側ならともかく雇われだろう。みんな月給制で働いてんじゃねえか。
そうなんですよ。1年目は月収20万で、後からじわじわ上がってくんだって言ってました。ただまあ、遠洋漁業なんて行くとずっと船の上じゃないですか。その間は全然金使わないんで、貯まるとは聞きましたね。お前はもう一攫千金を夢見るな。まともに働け。すんません。組員に言う言葉じゃねえっすよ。入江は入江で組員らしい生き方してると思うんすけど、失敗が多すぎんのがあれっすよね。ヤクザで頭角を現してって思ったら、頭が悪いとやってけねえんだよ。適当に密輸だの密売だのやって、しょぼく生きてくのも手っちゃ手だが、それだと実は普通に会社員やってた方が安定してたりする。しかも暴力団は国が敵に回るから、リスクしかないですしね。イリエは頭悪い方すかね。いや、あいつは行動力あるし、判断力があるし、なんだかんだスペック高えだろ。ただ問題は、危険回避能力がねえ。あいつ、一部分だけ想像力欠けてんだよな。これしたらやべえとか、ここは足踏み入れちゃ死ぬなとか、そういう察知ができねえんだよ。だからいろいろ経験させて、ヤバさを実感して学習してくしかねえ。そういう人間は確かに仇じゃやってけねえっすね。まあ30くらいまでには落ち着くだろう。それまでに死ななけりゃの話だが。それから数日後。急に呼び出してごめんね。電話で言えない話だからさ。おう、どうした？なんかあったのか？実はそっちの入江くんが、うちのアホがご迷惑をおかけしました。いや、まだ何も言ってないけど。入江がやらかしすぎて癖になってんな。俺は服役前から御家寺運営してんだけど、日本で摘発が増えてきたから、もうほぼ日本人向けには展開してなくて、海外で外国人向けにやってるんだよね。そっちなら合法だから。でもまあ、昔の顧客さんたちはまだ日本人でも接続してくれてる人がいて、顧客の中には政財界の人とかもいて、つまりすごく秘匿性と信用度が高いことでご利用いただいてるわけなんだけど、そこにね、最近新しくアクセスがあったわけ。さっき言ったように摘発のあれこれがあるから、日本からの接続はかなり細かくチェックするようにお願いしてて、だから俺に連絡が来たんだけど、どうもそれ入江くんっぽいんだよね。入江。もちろんすぐ分かったわけじゃなくて、結構調査したけどさ。でも入江くん、結構きつめのかけ方してて、最初に10万かけて、それが当たって600万になった。まあ初回客に設定甘くするのは常套手段なんだけど、それを次に突っ込んで400万溶かして、次に50万かけて75万プラス、また50万かけて今度は全どけ、次に80万かけて。いたたまれねえから結論だけ頼む。入江くん、手持ちゼロどころかマイナスになって、うちの知り合いの闇金に借金申し込んできたから止めてあげた方がいいんじゃないかなって。イリエー！え？あの火事の牧村穂さんとこのだったんすか？俺、知り合いのジョーから教えてもらって。そのジョーの連絡先は？この子っす。このヒロ。はい、裏取って対応します。うち招待制だから気軽に教えられると困るんだよね。まあ多分入江くんが組員だって知ってたからだとは思うけど。入江、てめえは賭け事で一発逆転狙うとか、どんだけ頭悪いんだ。すいません、早く沢渡さんに金返したくて。それで借金増やしてどうする。まあまあ沢渡くん、うちの方は俺が何とかするからさ。てか普段からお世話になってるし、入江くんの負け分はチャラでいいよ、今回限りね。ありがとうございます。闇金の人の方にもこっちから話通しとくから。ただ最初にかけた10万円は返さないよ。これは君の勉強代だから。十分です。マジすんません。それから君、沢渡君への借金返すために必死みたいだけど、それ君のお守りぐらいに思っときなよ。え？借金返しきるまでは元気でいなきゃだし、服役なんてしたらダメだし、その借金がある限り沢渡くんと縁を切るわけにもいかないでしょ。だからお守り。ああ、本当にすんません。反省します。ああ、牧村はさ、場をまとめるのうまいっすね。え？いや俺も繋がっていた相手にあえて借金返さないとかあったし、向こうはヤクザと縁切りたいだろうから迷惑だったろうけどね。
怖っ。で、なんで賭博？それが、大谷選手の通訳の水原っていうのが賭博めっちゃハマって偉いことになったじゃないですか。だったら俺もやってみようかなって。そこの思考回路全然わかんないんだけど。ニート極道が宝島社よりついに小説家。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画制作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。